はいどうも、山ちゃんです。今回はドラゴンズドグマ2のマイホーム。自分の家がね、買うことができたんで、そちらの場所を紹介していきます。あとね、ポーンクエストの設定のやり方とポーンクエストは何かというのもね、分かったので、そちらも紹介していきます。で場所なんですけど、このベルンバース。ここですね。この街の 正面にね、噴水があるんですけど、この居酒屋に入ってもらって、こっちですね、ここですね、で、この人にこうやってね、話しかけてもらって、イベントが発生するんですよ。あななたら信用しても良さそうね 実は、ね、このイベントがね。ど,ししどのタイミングで発生するかはいまいち分かってないんですけど、りとりあえずここ初めて来たらね。発生しました。誰かが住んでってことにしておきたくてね。別に家に閉じこもってる必要もないし、掃除の必要もないわ。いつでも立ち寄れる。ちょっとした。別荘くらいに思ってくれればいいからね。悪くない話でしょ。だったら地図に目印をつけておくわね。 よし、とりあえず会話が終わって。じゃあ、家のある方にね、行ってみようかな。ここじゃないな。あ、左下のマップ見たら、こう黄色マークが出てるんです。どっちですね。あ、なんか怪しい男ね。あ、ここだ、ここ。どうかしら私が留守の間、ここに住んでくれる家の手入れは何も必要ないから。 ありがとう、助かるわ家の手入れ何も必要ないって。で、家に入ってみよう。そしたら、ここにね、宝箱があるんですよ。で、ここがね、倉庫で無料で使えるようになります。自由に調合だったりなんやりできますね。で、ここで、あの、1週間ね、寝泊まりするんですよ。そうするだけで、 2万ゴールドでね、譲ってもらえるんで、では眠るこれを、朝までを7回繰り返しましょう。あ、で、これ1回目で、ちょっとポンがね、確認しましたって、この旅の報告っていうのがあるんですよ。でこれが、あの、他のプレイヤーにね、自分のポンが使ってもらったっていうことで、でそれでいいねが3と、 獲得リムが293でアイテムもね、こうやってもらうことができます。なので自分のポーンがあの使ってもらえるとめちゃくちゃね、お得になるとと。やっぱリムがすごい大事なんで、このゲーム。そのリムが何に使うかというと、ポーンの性格を変えたり、あとキャラ変更のキャラメイクに この500リムいるんで、めちゃくちゃ大事です。でこれ、次依頼内容変更できますね。ポーンバッジ協力だったり、アイテム入手。で、報酬をここでこうやって設定もできるんで、最初はね、龍のかけらだったんですけど、で、次はまあ自分で、まあゴールドにしとこうかな。まあ4000、4000ちょいかな。 まあ、後からね、また1万とかにして貸し出しするんで、よかったらね、皆さん使ってください。でこのポーンバッジ、サイクロプススレイヤーとかなんか、依頼がありますね。これを達成するとね、どうなるかいまいち分かってないんですけど、じゃあここで1週間ね、寝泊まりしました。そうするとガタンって音がして、外にね、 起きてるのかないみよう。ありがとう。住み心地はどうだったおかげで1週間家のことを気にせずに羽を伸ばせたわ。もう最高って感じよ。ただね、旅行先がちょっと楽しすぎたせいでもう一層引っ越そうかなって思っちゃってそれでね、ちょっとお相談なんだけどこの家が気に入ったなら買い取るつもりはない。 引っ越し費用のこともあるからタダでは無理だけどなるべく安くしとくからねどう買わないありがとうそれじゃあ取引成立ねこの家は今日からあなたのものよ 2万で買えるのやばすぎるんだけど。いや、ありがたいな。なんか昔ならではのミッションって感じだよね。って形でね、今回はこちらのサイドミッションが発生するということを紹介しました。最後に自分が使ってるポーンがこれですね。ID がこれを入れてもらえれば。でも PS 版限定でしかね、これ使うことができないんで、ちょっとそれがね、 欠点ですけどまメイジでレベル現在7で装備してるスキルがファイアストームレベル2とホーリースフィア全体攻撃フロストスパイクでアイス氷の足場も、ね、出してくれるファイアストームで敵がね炎上しやすくなるんでなかなか強いですそしてスコートアニマこれがねめちゃくちゃいい 魔力魂の持続時間が延長生成時には近くの仲間には魔力魂を付与するでこれがこの光の玉が付いている間この3回までね攻撃無効にできるんでこれが強いんですよって形で補助寄りのね性格にしてるんでよかったら使ってみてくださいではね以上です 今回はご視聴ありがとうございました。良ければ高評価とチャンネル登録もお願いします。またドラゴンズドグマ2をね、どんどん攻略、何か動画上げていく予定なので、良ければまたお願いします。ではお疲れ様でした。